初めて見た駄菓子結構あるかも。かわいい。友達はかなホームラン。ああホームラン来た。皆さんこんにちは、日向坂46の川田ひなです。今日はひな散歩第3弾ということで、1弾は高尾山、2弾目はサイクリングっていうね、結構過酷っちゃ過酷なことをしてきたんですけど、今回はねやっと緩い企画がやってきました。何かというと駄菓子屋さんに行きます。やったー。なぜ駄菓子屋に行くかというとですね、私駄菓子が大好きで、小学校の時とか結構毎日のように学校終わりに100円ぐらい握りしめて駄菓子屋に行ってたぐらい駄菓子が好きなんですよ。初出し情報なんですけど、だから今回素敵な駄菓子屋さんにお邪魔してたくさんの駄菓子をゲットしたいと思います。今日のですね金額はじゃらーん、500円です。結構500円ありますよ。小学校の時代から考えると結構すごい羽振りのいい金額なんですけど、こちらのお財布も自前です。ちなみに、はい、今日はこれを使って駄菓子屋を楽しんでいきたいと思います。いきます。天気がすごくいいです。11月なんですけど今日25度らしいですよ。あったかすぎ。アウター着てると暑いぐらいです。しかもこの着てるニットあるじゃないですか。最近結構1週間に3回ぐらい着てます。小学校の時によく買ってた駄菓子はイカ、イカを60円のイカよく買ってました。あの乾いた感じの。でも個人的に好きだったのはやっぱチョコ系、ドラチョコっていうんですか、あのなんかちっちゃいドラ焼きみたいな感じの中にチョコが入ってるみたいなのが一番好きでしたね。駄菓子屋さん自体に行くのはもう本当に高校1年生ぶりぐらいかな。今22だから、昔通ってた駄菓子屋さんにおじちゃんとおばちゃんがいたんですけど、おじちゃんがちょっと怖いかなっていうおじちゃんだったんですけど、でも通ってみたら全然そんなことなくて、なんかたまに結構優しくしてもらえるとなんかギャップ萌え。あー、このここですかね、小林隆商店さん、小林隆商店さんです。すごい今日祝日なのでお子さんとかいらっしゃるんですけど、入ってみようかな。行きまーす。ドキドキ。かわいい子供たちいっぱいいる。お邪魔します。すごいたくさんある。500円持ってきました。今日は握りしめてお願いします。すごい初めて見た駄菓子結構あるかも。あ、私の大好きなチョコバット、チョコバット大好き。これなんていろいろありすぎてどこから見たらいいかわかんないや。懐かしい。いろいろ500円だからな。ミルクパン初めて見た。45円だって。どうしようどうしよう。ちょっと一回回ってみるか。あ、これだ。私が食べてたイカ、この味が甘いやつじゃなくて、このちょっと塩っぽいおつまみ系のイカよく食べてましたね。あ、これも大好き。え、待って待って、どうする。これもっと、まずはこれかな。じゃが塩バター45円。これでも45円ですからね。これ4枚入ってるから1枚10円ぐらい。スーパーボールもある。待って、これ欲しい。プリンセスコンパクト。あ、これくじなんだ。くじやりたい。
110円。え、どうしよう、これやりたい。懐かしい。食べたことありますか、この皆さん。すごい楽しそう。じゃんけんのゲーム。かわいい。すじまるくん。すじまるくん結構ゆるポンポン入れて良さそう。かわいい。友達はたらし買います。やったね。1個15円、2個で25円。2個買います。チュチュグイ買います。これも昔買ってましたね。なんでグミ買いすぎ。こういうの大好きです。こういうケーキ系。計算してないけどきっと大丈夫。じゃあちょっと今回のアルバムのセンターのグミさんになんか駄菓子差し入れ買おうかしら。グミさん何が好きなんだろう。これはプチ占いとか。これで占ってください、人生。あ、グミさんガブリチュー大好きなんです。グミさんに向けてガブリチュー。カラフルなガブリチュー初めて見た。かわいい。これも買おう。足りるかな。もう、ね、一個も計算してない。お会計一回しようかな。お会計いいですか、はい、お願いします。足りるかしら。ちょっと不安になってきた。ちょっとやばいかも。ちょっと待って、足りません。はい、ちょっと足りません。足りない、足りてない。外にもいっぱいゲームあります。サーブアタック、私バレー部だったからやりたい。下に落ちないようにやればいいんだ。待って、ダメダメ。当たりでもいいな、大当たりじゃなくて。あ、これでいける。この当たりに、はい、当たり。ダメでした。よし、いきます。ホームラン。あーあー、ホームラン来た。おい。くじしかない。これどうしてもやりたい。これ言ったらできるのかな今。すいません、このくじってできますか。はい、1回110円。はい、110円。はい、じゃあこの裏返しになってるやつ。お、29番肉。ビーズセント、かわいい。楽しい。ビーズセットすごくない。100円でこれもらえた。作りたい。ゲームしちゃったから。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、無事たくさん購入できました。ということで早速食べたいと思います。おお、いい日陰を見つけました。うん、じゃあ買ったお菓子たちを食べていきたいと思います。じゃあまずグミからいただきます。当たりこい。外れ。なるほどね、これはこうやって食べるってこと。うん、いちご、いちご、おいしい。
じゃあヤッターメンも行きましょう。でも結構当たりますよこれ、私の経験上。はずれ。うん、おいしい。でも小学校は本当に毎日のように行ってましたからね、駄菓子屋さんに。ホームランバーよく食べてましたね。これもめっちゃ食べてました。この爪楊枝がね、なんかいいよね。さくらんぼ味、贅沢、贅沢食べ。いただきます。うん、懐かしい味。何なんだろう、キャンディー。歯にくっついてきます。わあ、最高。いただきます。うん、おいしい。でも私たちのライブリハとかにそのスタッフさんがお菓子を用意してくださるんですけど、たまにこれ入ってます。でも結構人気なのですぐなくなります。このお会計が450円だったんですけど、ゲームを遊びすぎてちょっと所持金290円しかなくてちょっと足りませんでして、マネージャーさんにお借りしました。でも500円以内のお菓子っていうことにするとバッチリなんですよ。だから許してください。ちゃんと企画としては成立 してますよね。あ、さっきの風船やりたい。これやったことあるけどうまくできたことない気がする。こうやってつけたらいける？すごくない？じゃん。お、意外と持てた。すごい。え、こういう感じ？すごくないですか？じゃあパンダの綿菓子いただきます。おいしい。なんでこれ買ったかっていうと、パケ買い、パンダかわいい。私パンダがずっと好きって言ってるんですけど、最近あんまりパンダが好きっていう感じ出してないのでちょっと出してみました。でも全然見に行ってないですね、動物園とかも。これが最後です。悲しい。ああ、こうやって開けるか。チョコフォーカステラ40円、いただきます。うん、おいしい。これでお腹満たされそう。ちょっとしたおやつでなんか最高。ここでお昼寝したい。駄菓子屋さん一旦プライベートで行きたいです。うん、ごちそうさまでした。わあ、なんかいつもサイクリングとか高尾山とか登ってたので、すごいゆっくりした時間が流れて、これもこれでいいなって思いましたし、駄菓子屋さん楽しかった。家の近くに欲しいですね、ああいうの。ちょっと探して駄菓子マスターになりたいと思います。はい、今回駄菓子で食べてまったりしちゃったので、次は
ちょっとまたアクティブ系やりたいですね。アクティブって何があるんだろう。ちょっと怖い系は嫌なので100キロ歩きとかちょっとまあ何かやりたいです。アクティブ系希望はい、ということでグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ぜひよろしければ、まあ押さなくてもいいですけど押してくれたら嬉しいですまたね、ありがとう。